エレクトーン作品コンテスト2019、入選の森かのんさんです。森さんは幼児に聴かせたい音楽部門で応募され、曲は80日間世界一周。誰もがワクワクするようなアレンジ、そしてエレクトーンだからできることをと考え、この曲を選びました。2分間で世界を旅することになりましたが、楽しくアレンジすることができたそうです。それではお聴きください。森かのんさんで80日間世界一周。